音喜多駿君、はい、日本維新の会の音喜田駿です。会派を代表して、令和4年度予算三案に反対の立場から討論を行います。反対する第一の理由は、現実に起こっている事態の進展と国民生活の実態に見合う予算が組まれていないからです。今般のロシアによるウクライナ侵略を受けて、世界的なエネルギー価格の高騰と。 それに伴う一部の物価上昇が今後我が国でも拡大し、中長期に及ぶ可能性が高まっています。しかしながら、本予算案において、こうしたリスクを最小化させるための機動的な財政政策が示されておらず、国民生活の実態に見合った予算となっておりません。我が党がかねてから主張してきた減税や社会保険料の減免に加えて、 ガソリン税などを一時的に引き下げるトリガー条項の凍結解除よりもさらに踏み込んだエネルギーや個別物価の高騰対策を講じた上で、原子力発電所の再稼働へ道筋をつけるための予算を組むなど、機敏かつ効果的な経済・エネルギー対策を直ちに打ち出すべきです。さらに政府は、新型コロナ対策についても、適時適切な対策を打ち出すことができておりません。 従来型の対策を続け、検証と総括をしていないことは、コロナ対策の最前線にいる地方自治体から多くの疑問と不満の声が届いています。みなし感染者の扱いを認めざるを得ないなど、医療機関や保健所の対応が追いついていない状況を解消するためにも、感染症法上の分類を現行の二類相当から五類、あるいは五類相当に改めるよう改善し、それに即した機動的な予算を組むべきであると考えます。 反対する第2の理由は、本予算案では、我が国の経済成長が到底見込めず、現役世代や将来世代の負担を増やすものにしかならないからです。コロナ、ウクライナ情勢という未曾有の危機にありながら、従来と変わらず、小手先の優遇税制、補助金のばらまきを続け、抜本的な規制改革が望めない予算になっています。人材移動動ののの好循環をを促す労働市場の流動化セーフティーネットを拡充した上での 適切な解雇規制の在り方についての議論は全く進展を見ておりません必要な財政出動は行うとしてもそれが単なるばらまきでれば効果は乏しいものになります挙句の果てには年金受給者に5000円を支給するという与党提案までありましたそもそもの現行の年金制度は現役者代の賃金が下がると年金も下がる仕組みでありその趣旨は年金の持続可能性を維持しながら なななるべく世代間でで不公平ととらいいようにというにものでありましたその趣旨を既損し、目先の有権者を優遇する与党提案は、厳しく批判されるべきものであり、政府はこのような提案を受けるのではなく、コロナ禍で直撃を受けた現役世代への支援や、減税、社会保険料の減免といった政策を検討するべきであることを申し添えます。反対する第三の理由は、国民に負担を押し付けておきながら、行政改革が進んでいないからです。 コロナ禍では意思決定や政策プロセスをより透明化する必要性が明らかになりましたがいまだに公文書改革は進んでおらず統計データの改ざんなど公文書をめぐる不祥事は絶えませんまた給付金の迅速な給付とその方法も課題となりましたマイナンバーの普及拡大金融機関との紐付けは国民の利便性向上だけでなく行政の非効率的な業務を廃止 デジタル化による生産性向上が見込まれます。そのため、マイナンバーの徹底活用や、各種デジタル化を通じた行政改革を早急に行うべきところ、その議論や進展は見られないままです。以上を踏まえますと、本予算案は旧来型のしがらみ政治による前例踏襲の予算となっていることから、賛成することは残念ながらできません。日本維新の会は、社会保障制度改革、税制改革、規制改革が三位一体となった日本大改革プランを打ち出し、 先送りではない抜本改革案をもって、今後も政府・与党に建設的に退場していくことを申し上げまして、反対討論といたします。ありがとうございました